球団のイメージアップの一環としてベイスターズの主力7選手が今日キャンペーンポスターの撮影を行いました。普段のユニフォーム姿からスーツに着替えてのこのポスター、来月から横浜各地でお目見えとなります。またこの後チーム揃って行われた恒例の激励会では、普段クールな大谷監督は支援者の声を受け、シーズンでの活躍を熱っぽく語っています。選手一人一人が自分の立場を超えてチームのためにみんなが頑張ってここまで来ております。よし、俺もここでみんなと一緒に頑張らなきゃいけないという気持ちをさらに強くしてここまでやってまいりました。私どもは最後まで食らいついてチャレンジしていきます。激闘、この言葉で一連戦います。球場です。松井稼頭央、若干20歳、新しいライオンズの明日を担うフレッシュスターがオープン戦ラストゲームでその見事な成長ぶりを見せました。3回満塁のチャンスに2点タイムリーを叩き出し、しぶとさを見せつけると、5回にはこのスイング。スイッチに転向してまだ3ヶ月とは思えない力強い振りでセンターオーバーのエンタイトルツーベースを放ちます。さらにチームナンバーワンの足を持つ松井はジャクソンの浅い犠牲フライでも悠々タッチアップ。類稀なるセンスと俊足をも持ち合わせる松井の存在は新しいチームの大きなポイントになりそうです。またルーキー高木大成も9回センターにクリーンヒットを放ち、オープン戦をきれいに締めくくり、レギュラーでただ一人万全でなかった佐々木も右足首捻挫をものともしないプレーを披露。理想的な上昇カーブを描いてライオンズは復活のシーズンに臨みます。まあ、もう3月回小牧市民球場です。ローテーション入りを期待されながら結果の出せないドラゴンズ前田、今日も毎回ランナーを背負います。しかし丁寧にボールを低めに集め、好調ベイスターズ打線に決定打を許しません。終わってみれば5イニングを3安打無失点、ローテーション入りへ向けここに来てようやく合格点のピッチングです。一方ベイスターズの斉藤隆はその上を行くピッチング、6イニングで打たれたヒットはわずかに1本、大谷監督も手放しで喜ぶ完璧な内容でした。そして9回にはこんなシーンが、ベイスターズ谷繁のこの微妙なライン際の打球の判定はフェア、ここにあの人が登場します。これが星野監督復帰後初めての抗議、開幕を8日後に控え初の3連勝と波に乗ってきたドラゴンズ、本番へ向け指揮官も準備万端です。続きましてバークベックを広島打線が初回一気に捉えます。野村翔での連続ヒットで二塁三塁、3番前田引っ張ってファーストゴロ、三塁から野村が帰ってまず1点を取ります。江藤フォアボールでワンアウト一塁三塁から5番金本がセンター前にタイムリー、この後ロベスのタイムリー、浅い犠牲フライ、調子は悪くないんだが広島打線がすごすぎるんだとバークベック、カープ初回に4点です。一方広島先発はオープン戦2勝の近藤、こちらは6回を投げて許したヒットは2本、フォアボールなしとほぼ完璧な形で最後の調整を終えました。カープ打線はこの後7回江藤がバックスクリーンに運ぶ2試合連続第4号のソロホームラン、そして9回には前田が3試合連続第4号のソロホーマーと、ここに来て広島打線は一気に開花しました。カープ打線